中南米は多様な文化と自然の宝庫で世界中の旅行者を魅了してきました。アンデス山脈の雄大な山々、アマゾンの神秘的な熱帯雨林、古代文明の遺跡、そしてカリブ海の透き通る海、これらはすべて中南米が誇る数々の絶景です。そこで今回は中南米のおすすめの絶景スポットをご紹介いたします。プンナカタはドミニカ共和国の東端に位置するカリブ海の楽園です。透き通る青い海と白い砂浜が広がるこの地域は世界中からの観光客を引きつけています。豪華なリゾートホテルが立ち並び、ゴルフ、スキューバダイビング、シュノーケリングなど豊富なアクティビティが楽しめます。またプンナカタは環境保護にも力を入れており、自然の美しさを保ちつつ持続可能な観光が推進されています。イパネマビーチはブラジルのリオデジャネイロに位置する世界的に有名なビーチです。コパカバーナビーチの隣にあり、白い砂浜と青い海が広がるこのビーチは活気に満ちた雰囲気で知られています。ビーチ沿いには数多くのカフェやレストランが並び、ブラジルの日常を感じさせる賑やかな場所となっています。またイパネマビーチはサーフィンやビーチバレーなどのアクティビティも楽しめるスポットで、地元の人々だけでなく世界中からの観光客で常に賑わっています。美しい夕日が見られることでも知られ、多くの人々がその瞬間を楽しみに訪れます。バラデロはキューバ最大のリゾート地として知られ、カリブ海に面した長さおよそ 20km の美しい砂浜が特徴です。透明度の高い青い海と白い砂浜が続くこの地域は息を呑むような景観を提供します。リゾートホテルが多く立ち並び、観光客には様々な水上アクティビティやリラクゼーションを提供してくれます。またバラデロはその自然の美しさだけでなく、キューバの文化や歴史を体感することもできる地域で、近郊には歴史的な街並みや観光スポットも豊富にあります。マサヤ火山はニカラグアに位置する活火山で、その圧倒的な自然の力は訪れる人々に深い印象を与えます。火口からは常に硫黄の煙を上げ、夜には溶岩の赤い輝きが幻想的な景色を作り出します。この火山は比較的容易にアクセスでき、安全な観光が可能な点も魅力の一つです。マサヤ国立公園内に位置し、火山の他にも多様な野生生物や緑豊かな自然を楽しむことができます。ニカラグアの文化や歴史に触れることもできるマサヤ火山は、自然の脅威を間近で感じたい旅行者には欠かせない絶景スポットです。イッツロイはアルゼンチン、パタゴニア地域に位置する壮大な山岳で、トレッキングや登山の愛好者にとっては必見のスポットです。この山はエルチャルテン村の近くにそびえ立ち、その先頭上の頂は特に朝日に照らされると圧倒的な美しさを放ちます。周囲はロス・グラシアレス国立公園という自然豊かな保護区に囲まれており、さまざまな野生生物や氷河によって形成された独特の景観を楽しむことができます。トレッキングルートは初心者から上級者まで幅広く、その途中で見られる湖や氷河、緑豊かな森林は訪れるものを魅了します。マラスの塩田は
ペルーのクスコ地方に位置し、インカ帝国時代から続く歴史ある塩田です。山の斜面を利用して作られた無数の小さな園地は、一見すると迷路のような美しい景観を作り出しています。ここでは地下から湧き出る塩分を含んだ水が自然の太陽の熱で蒸発し、塩が結晶化して収穫されます。マラスの塩田はそのユニークな景色だけでなく、古代から続く伝統的な塩の生産方法を今に伝える文化的な価値も持っています。訪れる人々はテラス状に広がる園地の美しさとともに、この地域特有の文化や歴史を感じ取ることができるでしょう。サリーナスグランデスはアルゼンチン北西部に位置する広大な塩の平原で、その壮大な景観が訪れる人々を魅了します。およそ1万2000平方キロメートルにも及ぶこの塩湖は、無限に広がる白い塩の結晶が太陽の光を反射し、幻想的な光景を作り出しています。特に雨季には水面に天空が映り込み、地平線を見失うほどの壮大な鏡のような風景が現れます。この地域はまたリチウムや他の鉱物の豊富な埋蔵量でも知られています。サリーナスグランデスはただの自然現象ではなく、地球上の脅威の一つとして数えられるべき場所であり、アルゼンチンの隠れた自然の宝です。セムック・チャンペイはガテマラの密林深くに隠れた自然の脅威で、一連の階段状に並ぶ石灰岩の自然プールが特徴です。これらのプールは鮮やかなターコイズブルーの水で満たされ、周囲の緑豊かな熱帯雨林とのコントラストが息を呑むほど美しい風景を作り出しています。セムック・チャンペイへのアクセスはやや困難ですが、その分未開発の自然が残り、訪れる者には穏やかな静けさと原始的な美しさを提供します。この地域はハイキングや泳ぎ、自然観察に最適で、特にプールから流れ落ちる小さな滝は涼しさと癒しをもたらしてくれます。ガテマラの隠れた宝石とも呼ばれるセムック・チャンペイは、自然愛好家や冒険を求める旅行者にとって忘れられない体験を提供する絶景スポットです。ハバナはキューバの首都で、カリブ海の魅力と歴史的な美しさを兼ね備えた街です。色鮮やかなスペイン植民地時代の建築物が並ぶ旧市街はユネスコの世界遺産にも登録されています。ここでは古いアメリカ車が通りを行き交い、キューバ音楽が至る所で響き渡ります。またハバナの海岸沿いに広がるマレコンは、日没時には地元の住民や観光客でにぎわう人気のスポットです。ハバナはその独特の文化と歴史的な背景が織りなす雰囲気で、訪れる人々を魅了し続けています。キトはエクアドルの首都であり、アンデス山脈の美しい山々に囲まれた高地に位置しています。この町は南アメリカで最もよく保存された歴史的中心地の一つで、その旧市街はユネスコの世界文化遺産にも指定されています。色とりどりの植民地時代の建築物、石畳の通り、豪華な教会がこの地域の特徴です。キトからは世界で最も活発な火山の一つであるコトパクシ火山を望むことができ、市内からもその雄大な姿を眺めることができます。文化と
自然の豊かさが融合した木とは、その歴史的な美しさと周囲の自然の脅威により、エクアドルを訪れる旅行者にとって欠かせない絶景スポットです。ペロウリーニョはブラジル北東部のバイア州に位置する美しい海岸線が特徴の小さな漁村です。この地域は透明度の高い海水と白い砂浜、そして背後に広がるココナッツの木々で知られています。ペロウリーニョはその自然の美しさと穏やかな雰囲気で、リラックスしたい旅行者に人気のスポットです。特に夕暮れ時の海岸線は夕日に照らされて幻想的な光景を作り出し、訪れる人々を魅了します。またこの村はサーフィンやカイトサーフィンなどの水上スポーツのメッカとしても知られ、アクティブな楽しみ方も提供しています。小さなレストランやカフェも点在し、地元の美味しい料理を楽しむことができます。ザカテカスはメキシコ中部に位置する歴史的な都市で、その魅力は豊かな銀山の歴史と美しい植民地時代の建築にあります。この町はユネスコの世界遺産にも登録されており、石畳の通りや色とりどりの家々が丘陵地に点在し、まるで時間が止まったような雰囲気を醸し出しています。特に有名なのは19世紀に建てられたエル・エデン鉱山で、現在は博物館として公開されています。ザカテカスの街並みは夜になると美しくライトアップされ、ロマンチックな景色を楽しむことができます。またこの地域はメキシコ料理の豊かな伝統も有しており、訪れた人々は美食の面でも楽しむことができます。ラス・ラハス教会はコロンビアにある壮大な建築物で、ゴシック復興様式で建てられました。この教会は峡谷の上に建てられており、その美しさは訪れる人々を魅了します。深い渓谷に架かる橋の上にそびえ立つこの教会は、自然の脅威と人間の技術の融合として知られています。特に霧がかかる日の神秘的な景色は訪れる者の心を捉えます。この場所はコロンビアの国境近くに位置し、エクアドルからもアクセスが可能です。教会の周辺は豊かな緑に囲まれ、訪れる者に平和と静寂を提供します。カファジャテ渓谷はアルゼンチン北西部に位置し、その魅力は壮大な自然と文化の融合にあります。この地域は赤と緑の豊かな色彩で知られ、独特の地形が多彩な風景を作り出しています。渓谷には多くの古代遺跡が点在し、先住民の文化を今に伝えています。またこの地域はワイン生産でも有名で、特にトレンタンティースのワインは世界中で高く評価されています。カファチャテ渓谷を訪れると、壮大な自然景観の中でハイキングや乗馬を楽しむことができ、また地元のワインを味わうこともできます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。